防衛省は教育訓練を経て自衛官に任官される自衛官候補生について適正な人材であればタトゥーを入れていても採用すべきか検討する意向を示しました自民党の佐藤正久参議院議員の質問に答えました本当にやる気があって若い隊員が入いたいといってもそういうファッションタトゥー小さいものがあるからによってこれをはじくっていうことはこれはあの人的基盤の強化っていう面でも問題だと思いますけどもいかが この指摘に防衛省は初めて80万人を割り込んだ去年の出生数に触れた上でタトゥーを入れていても自衛官候補生に採用すべきかどうか検討していかなければならないと応じました自衛官候補生は高卒者が採用対象の中心で少子化や高学歴化により応募者の数が減少傾向にあります